渋滞タイムがもう終わってると思うんで、まあ、調子よくはいけると思うんですけど、あと1時間10分ですね。カラマズーっていうミシガンの街なんですけど、レコード屋さん、まあ行くところ2軒ぐらいですかね。米食いたいですね。ないですね。そろそろ毎日なんかパンかタコスとか小麦系しか食って、昨日はね夜ちょっと遅かったし、スーパーでサラダ買って、まあでもなんかいいっすね、サラダも。どうぞ。はい、ホテルから1時間ちょっと走ってカラマズーっていうね、ミシガン州の町に来ました。ひとまず1軒目の何だっけ、グリーンライトミュージック、ここも5年ぶりに来ましたね。まあちょっとひとまずここから今日は6軒か7軒ぐらいかな、まあ結構走るんで全部回れるか分かんないですけど、まあ最後の店が夜の8時までかな、間に合うとこまで行ってまいります。さあ、前に来た時に閉まってたんで、7年ぶりぐらいかな、これ行きましょうか。ズーの2軒目サテライトレコーズ、前ね来た時、5年前来た時閉まってたんで、休み臨時休業で、7年ぶりぐらいですかね。ちょっと行ってきます。さて1時間ぐらい走りまして、ミシガン州のグランドラピッツっていう店に来たんですけど、次のお店コーナーレコードだったっけな、コーナーショップだったっけな、まあ、結構ねすごいレトロな感じでかっこいいんですよ。目的地周辺に到着しました。左です。しんのすけさん。はい、間違えた、間違えた。しんのすけさん、はい、ですか、はい、ここですか。いえ、違います。しんのすけさん、はい、移転してました。ちっちゃくなってました。あれなんかちょっと寂しいな。5年ぶりに来たらこう移転してますわ。移転してなんか普通のねモールに入ってるやん。マジか。なんか寂しいな。昔なんかザ・アメリカっていうね感じの佇まいで、ここだったんだろう。まあまあでもそんなこと言ってもね、事情がありますからね。そうか、移転したか。移転してますね。ちょっと焦ってしまいました、私。コーナーショップ、コーナーレコードショップですね。そうですか。
移転ですか。しょうがない、しょうがないっつうのは別にね、いい店には変わりないと思う。よし、行きましょうか。よし、行きましょう。はい、カラマズーから1時間ほど走って、グランドラピッツっていう町に来ました。コーナーレコードショップ移転してましたね。前もっと大きかったんですけど、楽しみです。行ってみます。なんか1年半ぐらい前に移転したらしいです。まあでも相変わらず大きくて品揃えも良かったです。次行きましょう。次ちょっとランシング行こうかな。いや、次はランシングですね。本当はもう一軒グランドラピッツでお店あったんですけど、ちょっとどうしてもランシングのお店に行きたいんで、もうスキップして行きます。6時に閉まるんでね、着くのが4時40分なんで、もうギリギリですね。時間あったらもう一軒行って、今日は終わりかなと。やっぱりシカゴに比べると車で結構走るんで、あんまり回れないですね。なんかちょっとこの久しぶりの感覚ですわ。計画通りにも行かないし、あんまりお店にも行くのに時間かかるんで、ね、あと1時間か。まあ、ちょっと安全運転で行きます。雨降ってます。さあ、久しぶりにランシングの FBC に来ました。あと1時間しかないんで、よく見ないとダメなんで急ぎます。よしよしよし、 OK、 FBC。 おー、FBC 来た。このね、レコードのマークがマーク入れます。最後の FBC 閉店ね、1時間前に行ったんで、1時間しか見えなかったんで、ジャズとソウルとニューエイジしか見れなかったんですけど、何枚ぐらい50枚ぐらい買いました。ね、今日はこれから多分次の店間に合わないんで、今日は終わりましょうかね。はい、じゃあ明日はデトロイト方面に向かって進みます。ありがとうございました。うわ、すごい。 Thank you。 今日はインドカレーを久しぶりに食べに来ました。美味しそうっすね。食べましょう。もうカレーをいただきます。久々の米っすね。ウイスのバターチキンカレー、美味しそう。チキンもでかいし、すごい気持ちいいな。今日は7月23日の火曜日、
朝の10時です。今ねデトロイトから多分1時間半ぐらいの西のジャクソンという町にいるんですけど、まあ、モーテル昨日の夜泊まって、これから、デトロイトに向かって進んでいきます。ひとまず40分ぐらい走ったディアボンという町でレコード屋さん回って、まあ、今日デトロイト何軒か回ってまた明日デトロイトを回ってまた次の町へ行けたらいいかなっていう計画です。それでは今日も一日頑張ってきます。デトロイトにほとんど近づいてきて、ここ名店ですね、ストリートコーナーミュージック。そうそう、はい、行きます。でここ値段どうかな、変わってなかったけどな、まあ、ほぼほぼデトロイトに近づいてきたんで、ここストリートコーナー、ここ名店ですね。いつもたくさんレコードを買わせてもらってました。久しぶり、5年ぶり行ってきます。今日は結構雨がすごかったりして天気がむちゃくちゃですけど、ディアボーンっていう街に来て、このディアボーンミュージック1956年からやってるらしい、まあ、老舗ですね。今日はここ見て終わります。今日の晩ご飯は、バディーズのデトロイトスタイルピッツァです。なんかね、このパンみたいな分厚い生地のピッツァです。いただきます。